さて、讃岐と八戸の対戦なんですが、ここ5試合では讃岐の3勝1分け1敗という成績。前半戦では 2-1 で讃岐が勝利しています。なかなかまだ笛が鳴りませんが、今笛が鳴りました。前半の45分がスタートしていきました。後ろの遠藤から前にボールが出された。さあ讃岐としてはまだボールをキープしている板倉。そしてここでもう一度ヒールで、さあシュートを打ってくるか。最後近い石でしょうか。フィニッシュまで持ってきました。サイドにどうやら佐々木渡がいるようです。讃岐、さあ中に入ってきた。頭でどうだ。ヘディングよく組んだ。セカンドチャンスはどうだ。これはものにできない。外を内田が上がってきていますが、内田にボールを出していって、内田から中へ中村俊太、もう一度中に入れてくる。松本ワンタッチで中村、キーパーの服部が反応していきました。右足、今のシーンです。ワンツー、服部からのボール、松本からのボール。さあ後半は1人ずつメンバーが変わりました。またそのポジショニングは確認してみることにしますが、八戸のキックオフで後半の45分がスタートしました。お互いにハーフタイムでは1人ずつ変えてきて、まあ、ベンチワークもこれから大切になってくるんですが、右サイドから中に、そしてボールを入れてくるが逆サイド、さあ乗せ乗せ、最後逆サイドに入れてきたボール、見事に決めました。先制八戸。あのシーンです。この右からちょっと前で間合いを測って、ここ中に佐々木もいたんですが、逆サイド野瀬が落ち着いて決めていきました。綺麗に決めて、これが4ゴール目。今シーズンは4ゴール目となりました。この野瀬、大卒ルーキーです。茅沼、後ろへ戻して、さあまたボックス内、一度後ろへ下げます。ここで狙ってきますが、ジャストミートはしませんが、もう一度間、形、ここ一度引っかかったんですが、前を向く重松、狙っていきますが枠にはいきません。ここで長い笛、試合終了。八戸1対0。